今回は2021年10月14日に発売されたザ・リフトブレイカーの評価レビューを取り上げていきます。ゲームジャンルとしてはリアルタイムストラテジーとタワーディフェンス、そしてアクション要素もあるゲームになっています。評価は PC 版で行います。家庭用版と異なる部分があるかもしれませんがご了承ください。すでにゲーム実況を上げていますので、もしどういうゲームか興味ある方はぜひチャンネル登録してそうした動画をご覧になって判断していただけたら幸いです。それでは早速見ていきましょう。まずゲーム性を語る前に、キャンペーンモードとサバイバルモードでゲーム内容は大きく変わるため、同じ部分を先に述べ後にそれぞれ分けて取り上げていきたいと思います。タワーディフェンスという要素がありますが、タワーディフェンスであればそこまで操作の複雑さを要求されることは限定的ですが、ここにアクション要素が加わったことでかなりの煩雑な操作が必要となります。自分が操作するキャラクターの動かし方によって敵の襲撃を抑えることもできるため、単なるタワーディフェンスとは異なった遊び方ができます。襲撃だけではなく、建物を建てる際にもキャラクターを動かしながら建てていくため操作を複雑に感じてしまうかもしれません。このあたりはアクション要素が従来のタワーディフェンスを好んでいる人からすれば難しくて手を出しにくい要素になるかもしれません。ある程度タワーのみで対応することも可能ですが、リアルタイムで進行するためのんびりタワーを吟味して建てることも難しくなってます。このあたりで好みが分かれると思います。スキルツリーが3種類用意されていて、覚えたアイテムを作ったり、そのアイテムに追加パーツをつける、育成等が好きな人からすればこうした要素が楽しめる要素になると思われます。一方、そうした要素が多いために何をすればいいのか覚えることも大変で、スキルツリー用のポイントを増やすにも異なった建物が必要になり、アイテムを作るにも必要な素材が多岐にわたるなど把握することが多くて大変です。そうした要素を一つ一つ把握しながら楽しむことが好きな人であれば魅力的に感じるでしょう。できることが多いことから操作も複雑になっています。手早く何かをするにはショートカットを覚えていく必要もありますが、そうしたことをすればするほど操作が複雑になってしまいます。かといってショートカットを使わないと操作が遅くなり、敵が来ても手早い対応ができないというデメリットもあります。建物を建てるとき、新たに物を建てようとすると上書きされてしまうということもあり、立てる操作そのものに慎重さが必要になります。手足なく動く必要があるアクション性が高いからこその煩雑さが出ています。天候の悪化や災害によるイベントがあります。視界が悪くなったり、風力や太陽光発電で電気が得られにくくなったりします。隕石の落下で建物や自らのキャラクターも倒される可能性も出てきます。こうしたイベントそのものはゲームの変化を出す上で重要とは思いますが、頻繁に起こっているように感じるためストレスの要因にもなりかねません。一度建てたものが不意の出来事で壊れることにストレスを感じる人も出てくるでしょう。夜や特殊な状況になった時には視界が悪化します。ゲームの雰囲気を高めるための仕組みではあるものの、視界が悪くて行動しにくい時間が多いことにストレスを感じる人もいるでしょう。伝統のようなものも用意されてますが、それを作るにもコストがかかるため現実的ではありません。このあたりも人によって不満要素となり得るでしょう。ただそうした夜の時間はゆっくりと別のことをしながら朝になるのを待つというスタイルでゲームを楽しめる人であればあまり気にならないかもしれません。ゲームの世界観を表す雰囲気としては適した要素と思われます。ここからはキャンペーンモードについて取り上げます。価格が3000円台のためにそこまで長く遊べるようなものではないと思われましたが、予想以上にボリュームのあるキャンペーンになっています。できることも多く、プレイしていく過程での要素の追加等もあることから、チュートリアル的な楽しみと育成や強化の楽しみを同時に得られます。ゲームの内容がわかるまではおっかなびっくりな展開になりますが、理解が進めば進むほどゲームの深さを実感できます。あとはどこまでこの世界観に入り込めるかどうかによるでしょう。初期の基盤となるエリアだけではなくて、他の場所にも移動してクエストを行う必要があります。他の場所でも一から基地を作っていくことになるために、この点を煩雑に感じるかもしれません。
ただ他のエリアはそこまでがっつりと内製をしなくてもクエストを達成すれば初期のエリアに戻ってくればいいということになりますので、そこを分かっていればそこまで大変でもありません。逆に全部丁寧にやろうとしてしまう人は大変に感じてしまうかもしれません。鉱石を取っていくとその場所の鉱石がなくなります。このため鉱石を取り尽くしたらどうなるのかという不安とともにゲームを進めていくことになるため、そこに意識が向かいがちです。結論から言えばそうならないための仕組みが複数用意されているので安心して遊ぶことができるようになっています。いろいろな工夫が見て取れます。エリアごとに特殊な条件に置かれたりクエストは発生しますが、場所によっては何をしたらいいのか分かりにくいこともあります。ある程度の説明はされるのですが、より細かい説明が必要な場面もあります。スキルツリー絡みで関係があるのか、それとも建物の特殊要素によるものなのか、それとも装備パーツ絡みなのか、要素が多いこともあり、どれであるかを把握するのが難しいです。最終的には別の手段で条件を達成することができたりもするので、そのあたりはあえてそうしているのかもしれません。できることが多いからこその問題点とも言えるでしょう。続いてサバイバルモードについて取り上げます。キャンペーンモードとはまた違った比較的短い時間で遊べるモードとなっています。ランダムで作り出されるマップで難易度を選んでプレイしていきます。サバイバルモードは4つのエリアが基本としてあり、難易度も複数用意されています。またそうした用意された難易度だけではなくて、自らでも様々な設定をして遊ぶ要素もあるため、自らの難易度に合った遊び方もできるようになっています。イージーでもクリアできない人でも設定を変え要素を試していくことが可能です。2時間程度と比較的短時間で遊びを終えることができるため、キャンペーンは長すぎるという人はサバイバルモードを中心で遊んでいくこともお勧めできます。あくまでもアクションではなくタワーディフェンスとして楽しもうとした際の話になりますが、初期に設定されている難易度に関して言えば全体的に難易度が高いように感じます。何かしらのコツがあるでしょうが、何も考えずに初心者がプレイしてもイージーですら難しい可能性があります。 PC でアクションゲームを遊ぶことに慣れた人とそうでない人とで評価が分かれる部分だと思います。1週間で43時間遊ぶなどハマる要素の多いゲーム内容でした。このボリュームで3000台と価格面でも満足度の高いゲームです。操作性などはキーボードのアクション操作に慣れている人であったり、ボタン数が多いマウスを活用するなどでも評価が変わってくると思います。キャンペーンモードではそれほどでもありませんでしたが、サバイバルモードではあたふたしてクリアするのが難しかったです。早くも次のダウンロードコンテンツが来ないかと今から楽しみにしてるくらい熱中して楽しめました。 PC だけでなく家庭用でも発売されてますので、もし興味がありましたら自らで遊んでみてください。体験版のプロローグ版というものも気軽に遊べるような状況になってますので、そちらでまずゲーム内容を把握してみても良いかと思います。以上です。もし参考になりましたら高評価いただけたら幸いです。ではでは。